巨人山崎伊織さんマウンドで降板拒否。ちゃんと首振ってて草。割とガチで拒否してる。原監督が来てるのにメンタル強すぎるやろ。交代されて当たり前の内容なのにこれできるのすごい。マジでボール渡さないの草。これは次も期待できる。相当悔しかったんやろな。めった打ちにされたから。150キロ近いボール投げてたし期待できる。原辰徳に反抗する男がついに出てきたか。これは将来有望株すぎる。ベンチから出てきた監督ちらっと見て無視したよな。うわ、出てきたよみたいな顔してる。山崎伊織好きになるわ。貫禄はエース級やな。これめっちゃ好き。こんくらい気持ち出すピッチャー相手もいいよな。今日唯一の収穫や。点取られまくって降板拒否する人初めて見た。負けん気あるのは良い。赤星、堀田、直江も出てきたし、山崎伊織も応援したくなる選手。田中に大江、白木、大勢もいるし、読売一気に若返ってない。どうした、巨人も若手投手が大量に出てきたな。楽しみでしかない。数年後にこれが伝説の動画として語り継がれてほしい。今までにいないやろ。怒号と肩を並べる投手になってくれ。期待の星すぎる。今日の失敗を次につなげればいいんや。エースになってくれ。